ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車がアウディ TTS 2022年式4300キロ、こちらの車両になります。やってきました、はい、某中古車情報サイトで一番高いやつ、はい、そうですね、はい、結構ズバ抜けちゃいましたね。そうですね。ただ今回はそれなんで高いのかと、うん、はい、あとはつい最近 TTRS を撮らせていただいたんですよ、はい、なんで興味のあるところなんで個人的に、うん、実際乗ってみたいということで、はい、お願いして今回紹介する形になります。というわけでまず外観から見ていきたいんですけど、はい、これボディカラーミトスブラックなんですね。そうですね。パンサーブラックってないんですね現状、はい、パンサーブラックちょっと紫っぽい、ね、紫、そうそうですね、はい、ミトスブラックだと本当に真っ黒です、うん、まあ、光が当たるとこうメタリックで少し色味が見えたりしますけど、まあ、基本的にはミトスブラックになっております。あと外装に関しては RS ほどアグレッシブじゃない。そうですね、はい、基本的にS ラインにかなり近いシルエットなんですね、うん、というわけで、まあ、専用のバンパーになりますけれども、黒くなるパッケージもついているということで、ブラックハイグロスパッケージ、スタイリングパッケージがついているということで、各部この辺が全部黒くなっている感じですよね、はい、で、あと今回の車は結構カスタマイズがされているということで、年式とカスタム内容が僕全く合ってないと思うんですけど今年のモデルですからね。今年モデルをこんなにカスタマイズして中古車市場に出てくる、はい、出てくるという、はい、というわけでこの辺も車外のグリルになってるんですか。そうですね、はい、RS ルックな、はい、こちらのグリルになってる。前回りだからもう真っ黒っすね、うん、フォーリングも全部黒くなるんですもんね、パッケージで、はい、ということでこんな感じのフロント周りになっています。あとは TTS っていうことで、まあ、基本的に普通の TT のオプション装備みたいなものがほぼ全部ついてきてるんですよね、うん、ヘッドライトもマトリックス LED のヘッドライトになってますし、これオプションで買うと14万円くらいしますからね、うん、あとはアダプティブもついてるということで、はい、まあ、基本的に TT でいろいろオプションもりもりでもいいと思うんですけど、まあ、TTS 買っちゃうとまあ話が早いということで、うん、全部その辺もついております。そして足元、まずですね、車高が低い、はい、ちょっと低い、まあ車高端に慣れてる私たちでも低いと感じ、はい、おー低いねって感じですよね、はい、というわけでホイールの前に車高なんですけども、今回これバージョン3、カーベのバージョン3でローダウンがされている。で、車がマグネティックライトが TTS 標準になるんですよね。というわけで、まあ、それがそのまま使えるような、はいはい、車高調になっております。で、ダウン量で言ったらこれもう45ミリぐらい多分取れるんですよね、うん、もうちょっと実際は上げたいですね。そうですね、はい、まあ、ちょっと使い勝手を選んでしまうのかなと、はい、ただそれ車高調なんで、うん、まあ、その辺の調整は言っていただければ、はい、上げ下げできると思います。あとはこの後、乗ってみたいと思います。そしてホイールの方がやってまいりました。 HRE、はい、最近名古屋店で紹介させていただく機会が非常に多くてですね、うん、HRE ジャパンだって語ってる人がいましたけどHRE ジャパンでございます。 HRE 名古屋、名古屋だ、はい、でそこの HRE のホイールなんですけど、これフローフォームって言って回転鍛造の方なんですよね。有名なのはその削った方の鍛造ホイールですけれども、うん、アルミの塊を引き伸ばして作る方というわけで、まあ、デザインに関してはそんなにめちゃくちゃいろいろ種類があるわけじゃないんですけど、もう同じく HRE なんで、まあ、信頼性も高いですし、まあ、精度も抜群かなと。でオフセットに関してはある程度固定になってしまうんで、やっぱりこれだけローダウンすると少し引っ込んじゃいますよね。そうですね、はい、なのでまあこの辺はまあ車高とまあ出面だったりは調整していただいてもいいのかなと、うん、ちなみにモデルは FF10 という、当然フローフォームなんで通常のラインナップより少しこうリーズナブルな価格設定なんですけど、うん、これでも1本15万円ぐらいするんで、まあ、4本入れると60万円ぐらい、はい、だからその辺がこう中古車情報サイトでこうカグググってなってるところかなと。そうですね、はい、強気のプライスで今のと。ちなみに先ほどご紹介させていただいたサスペンションも定価39万円ということで、はい、非常に高額なものがついております。カーベ今ものすごい勢いですからね、うん、純正採用なんかもされてるくらい信頼性高いんで、まあ、この組み合わせかなりいいんじゃないかなと、うん、そして20インチなんで、純正オプションのマックスサイズが20インチなんですよね。なんでこの辺も乗りやすいのかな、うん、ちなみにタイヤはピレイの25530、こちらが装着されております。であとは奥のブレーキの様子がおかしいんですが。そうですね、ちょっとおかしいですかね、はい、でかすぎじゃないですか、はい、これブレンボの、TT 用のキットですよね、うん、こちらでブレーキがめちゃくちゃ大型化されてると。これだからもうインジダウンできないですよね多分。そうですね、このこれで乗っていただくしかないですね。10キロ入んないですよね、はい、
というわけで、もうこれの固定になると思いますけど、このイエローのシックスポットですかね。そしてドリルドローターのこちらになっております。これ効きめっちゃ気になりますね。効、うん、きますね。効きますやっぱり。効きます、はい。これちょっと市場で確認しましょう。はい、ちなみにこの辺もおそらくなんですけど、買うとフロントだけでも60万円ぐらいするものになってくるんで、まあ、この辺もかなり豪華な社外品になるんじゃないかなと思います。そしてあとは横、この辺も全部真っ黒ということで、はい、まあ、結構アルミニウムルックになってたりするとらしかったりしますけど、黒は黒でやっぱりかなりまとまりがある。そしてサイドスカートの先端なんかもしっかり黒くなってて、そうですね、はい、やっぱりスタイリングいいっすよね、TT って、うん、でこのオーバーフェンダールックなこのサイドだったりだとか、この直線のラインなんかもかなりいい感じじゃないでしょうか、うん、そして後ろの方も同じく HRE のプロフォーム F、はい、FF10 こちらが装着されております。そして後ろのローターもでかくなってるじゃないですか。そうですね、はい、アウディって基本フロントどんだけでっかくしてもリア肩押し、うん、ちょっとこう寂しいというか実用的なブレーキですけど、はい、普通の車のフロントよりでかいぐらいそうですね、はい、そして、はい、後ろこれちょっと特殊な加工というかキットになってるんですね、うん、で標準だと後ろサイドブレーキと、リアブレーキ兼ねた一体のものがついてるだけなんですけど、なんとサイドと通常のブレーキを2つに分けたタイプということで、でリア4ポットっすよ、うんこの車格に必要かって言われたらまああれですけど、スーパーカーじゃないですか、はい、もうた多分なんですけど300キロくらい出してもピタって止まれそうな、はい、うん、そんな感じのブレーキになっております。当然ローターも大型のものがついております。そしてリアも車高低いですね、うん、かぶっちゃってるじゃないですか。そうですね、はい、もうちょっと上げたいですね、はい、今回はあえてこれでちょっとどんだけ乗れるのかやってみたいと思います。そして急行なんかもしっかり黒くなってたりだとか、はいはい、横からちょっと透明で見るとえらいかっこいい、ちょっと異様な感じが漂ってくるんですけどそして今回の車はフィルムが前面に施工してあるんですね、はい、これ光の加減でちょっとこう紫っぽく青っぽく見えるこちらのフィルムが、うん、この辺結構個性強いっすよね。そうですね、この辺はお好みですから、まあ、剥がすこともまあできますけど、はい、まあ、検討されてる段階であいいじゃんって言うんであれば、まあ、そのままでももちろん構わないと思いますし、はい、あとはイメージチェンジというか、まあ、仕様変更で、まあ、フィルム貼り直しなんていうのもできますけど、まあ、プライバシーガラスみたいにリア3面真っ黒黒なんていうのもご相談いただければいいんじゃないですか。 そして後ろダイナミックインジケーターでしょ、はい、標準装備なんで、うん、まあ、いわゆる流れる、それ流れるウインカーめっちゃ増えましたよね。増えましたね。で最近某国産車で流れてたんですよ、はい、けどやっぱりアウディが一番スムーズじゃないですか、うん、綺麗に流れるよね。そうですね、はい、流すキットとかも今あるじゃないですか、うん、で特にこうテールランプとこっちで分かれてたりすると、はい、こう流れてる風に見えるんですけど、うん、実は順番に光ってるだけとかっていうテールランプあるんですけど、はいはいはい、あと某国産車のその流れるやつだとつぶつぶがピッ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 みたいな、はいはい、アウディなんかちゃんとシュンシュンって流れますよ、ね、うん、やっぱりこの辺はかなりいいんじゃないかなと思います、はい、そしてリアも S ラインかなり近い形状のバンパーと、あとマフラーのこの出し方が S ラインとこの S で全然違うんですよ、うん、で S ラインだと基本的には真ん中寄りの2本出し、はい、それが TTS になると RS に近い離れたタイプの4本出しということで、そしてちらっと見えるマフラーカッターも高額なものが、はい、そうですね、見えますけれども、はい、これ実はアクラポついてるんですけど、うん、中身はアクラポじゃないんですよね。中身はレムスですね、はい、ということでレムスのマフラーのキットがついてて、出口だけアクラポがついてるという、はい、でちなみにですねレムスも定価調べました、はい、な30万円約します、はい、というわけでこの辺もかなり高額なものが、マフラーカッターも高いんでしょ。マフラーカッターも高いですおそらく万円です、はい、それが当然本物のものが4個ついてるということで、はい、これなかなかする方いらっしゃらない、なかなかこういう組み合わせ で組む人少ないですよね、はあ、というわけでこんな感じのリア周りになっております。続いて内装を見てみたいと思います、はい、つい最近 RS もご紹介させていただいてるんでパパパパッと、うん、で内装に関しては S スポーツシートが標準ということで、やっぱりこのダイヤモンドステッチはかなりかっこいいかな。そうですね、映えますよね、うん、こちらのタイプになっております。で当然、8ウェイでしたっけ、あとナンバーサポート付きのタイプのシート、はい、そしてステアリングはこの集合体恐怖症になりそうな細かいタイプのパンチングそしてあとは、まあ、いろんなものが全部標準装備ということで、うん、実はアームレストなんかも S だと標準装備なんですよね。普通の TT だとオプションなんですよね、その辺が。
で、その他バックカメラサイドアシストなんかも標準ですし、パーキングシステムとかホールドアシストなんかも全部標準ということ でこれが、普通の TT だと快適装備23万円ぐらいプラスしないとついてこないものが、まあ、全部標準でついてるんで、その辺もかなり乗りやすいんじゃないかなと思います、はい、続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクもパパパパッと、そうですね、はい、これ復習になりますけど305リッターということで非常に優秀な、そしてあとはトランクって結構使用感出るじゃないですか、うん、やっぱり2022年式、はい、全く使ってないということで全く使用感がございません、はいはい、なんで非常に車のコンディションいいですよ、車をお引き手するときに、純正パーツをちょっと積んだぐらいですねそれぐらいしか使ってないということで、はい、非常に綺麗なトランクになっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がこれ間違えたらすいません、一応僕資料見た限りだと2021年でなんかマイナーチェンジが入ったみたいで新しくなってるようです。で詳細でいくと 1984cc の直4ターボ、286馬力だったのがなんかググッとパワーアップして320馬力になってるということ でトルクの方が 400N、40.8kg です。でミッションの方も今まで6速だったのが、今年去年のモデルから7速エストロニックで、しかも専用ギア比になってるそうです。なんでこの辺走りはやっぱり通常の TT の通常モデルの TT4 駆モデルとかなり違ってくるんじゃないかと。でちなみにスペック的なものでいくと0100 4.5秒、マックス250キロということで、はい、もう純速コンパクトスポーツということで、うん、この辺はこの後乗ってみたいと思います。続いて排気音も聞いてみたいと思います。お願いします。あれですね、ワーゲンとかアウディとかよくカスタマイズされてる、はい、と、このミラーとあとドライブクロードあと、レーダー探知機もついております。はい、はい、ちょっと待ってください。ドライブクロードちょっと小さくさせてもらって、であと装備に関してはもうシートヒーターもついてるし、はい、映るかな、標準弱と、はい、というわけでシートヒーターもしっかりついてると。よいしょ。でスロットが、はい、あれスロットついてるんですか、うん、ディスクも入るんですか。ディスクも入るんでね、最近の入んなくなってますよね、うん、TT は22年式でも入るということで、はい、そしてアシスト系はこんな感じで、この辺なんかも全部標準装備ですからね。そうですね。でバーチャルコックピットもバーチャルコックピットプラスになるんですよね、うん、TTS だと。というわけでしっかりその辺もついております。はい、行きましょう。はい、音がやっぱりまずあれですよね、RS と、あ、ごめんなさい、あれ、あ、大丈夫か、失礼しました。でもパーキングのあのホールドも TTS 標準装備ですよね、うん、でも本当に TTS 買っちゃった方が手っ取り早いという、まあ手っ取り早いっちゃ手っ取り早いけども、うん、ただあのちゃんと正直に言いますけど、うん、あ、結構あの車庫端ですね、うん、車庫端、そうそうそう乗り味が結構車庫端です、うん、決してその突き上げはそんなめちゃくちゃ、まあ、結構ありますね、うん、そうですね、サスストロークがちょっと、うん、もう足りてない感じが少しします。いやこれ全然僕は乗れますけど、うん、もうちょっと上げた方がいいかなっていう気がします。そうね、うちらはね全然平気だけど、そうですね、ちょっと後ろもするし、はい、あ、するんですか、うん、ほら本当だ、うん、うわー、でもステアリングはやっぱりアウディの本当に軽快なステアリング、うん、めっちゃ運転しやすい。いやー、これちょっと車高上げましょう早急に。そうだねせめてもう15ミリぐらい上げていいと思うんですよね、うん、タイヤの上がちゃんと見えるぐらいまで、タイヤの高さとフェンダーの高さ同じぐらいまで、バリバリ改造してるじゃないですかそうね、はい、最近改造車ジャーナリストを自称してるんでちょうどいいですイベント持っていく時なんかはいいけどね、はい、うん、そうですね、イベント仕様っすよね普通に使うにはもうちょっと上げた方がいいですね。そして今ふと気づいたんですけど、はい、ブレーキ側に普通に乗れちゃいます、うん、ガクンって聞くわけじゃないよね、はい、うん、意外に全然違和感なく踏んでました、うん、今それこそ昔どんくらいだと十何年前に
ブレーキがなんかでかければでかいほど偉いブームみたいなのあったら分かります？輸入車とかであったね。でみんななんかもうブレンボのなんかビッグキャリパーキットとかに交換してみたいな、ファーストさんがやったやつだね。そう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 。で僕の知り合いの人もなんだっけね、 SC かな、レクサスの、フロント8リア6かなんか入れてて、もうホイールパンパンなんですよ、20インチなんですけど、ローターが、でそれ乗らせてもらったことあったんですけど、普通にクッて踏んだだけで、ケツがスススッと交差点で回っちゃうんですよ、ロックしちゃって。だそのぐらいとは言えないですけど、めちゃくちゃ効くのを想像してたら、なんかすごい使いやすい、全然唐突な効きないですよね、多分踏み込んでいけばめっちゃ効くんだろうなっていう。そしてステアリング、まあそこ大丈夫です。そうですね、車高もちょっと上げたいですね。そして音はやっぱり結構おとなしいとは言わないですけど、RS からこれに乗ると、あ、そうだね、まあおとなしいというか、RS の激しさを再確認できますよね。あーでもかなりの音してるな、結構。まあ5気筒と4気筒の違いもありますからね。でやっぱりこのクラスで、こう左ハンドルで乗れる車ってなかなかないじゃない？確かに、確かに。それだけでもまああえてこれ選ぶっていう人はいるだろうけどね。あれ左ハンドル無償オプションなんでしたっけ？そうですよね、選択可能なんですよね、追加料金なし。そうです、確かにこの点で左ハンドルないっすね。まあ、ポルシェとかまで行けばあるんでしょうけど、でもポルシェも市場に出てるのは本当に右ばかりで、左、中古市場で左探すの本当難しくなってきてるんで。いいですか、え、早いっすよ。めっちゃ早い。え、こんなに速いんでしたっけ。まあでもめっちゃ速い。え、だいぶ良くないですか、 TTS、じゃあ TTS で十分ですか。いや、これでも迷いますね、もうちょっと出して、もうちょっとでもうだいぶ出してもっと激しいのに行くか、ただ中古車で探そうと思っても、もう本当 TTS も TTRS もそんなに台数がね多いわけじゃないからね。かなり台数が今少ないということで、いやでもこれいいっすよ TT って。乗りやすいよね。乗りやすいっす、まあ総じてアウディ乗りやすいもんね。あとめっちゃお金かかってね、 TTRS の時にいろいろ資料とか見て、勉強させてもらったんですけど、 TT ってめっちゃお金かかってるんですよね、だって外装パネルほぼ全部アルミじゃないですか、RS4 で1000万以上出してもだってアルミじゃないんですよ、ゲートぐらいじゃなかったっけな、アルミなの、他全部スチールなんですよ、だからいかにこの本気で作ってるかですよね。そうね、本当に初代はもうどうしたっていう、でも初代からずっとこう真似してくるメーカーがないよね、このデザインっていうか、この、あ、確かに、このカテゴリーっていうか、近いのないっすね。ないんだよね。確かに確かに。初代がバカ売れしたじゃない？でも他のメーカーがこう追従することなかった。確かにそうっすね、 TT ってなんか不思議な不思議な車種だなと思って、ずっと思ってたんだけどね。ちょっと唯一無二でありますよね。このパッケージ確かにないです。だいたい SUV 出したらダーンって SUV 出してくるし、そうですね、こうフォードこうハードトップの、が出てきたらフォードハードトップがバーッと出てきたり、追っかけてくるけど、確かにあんなに売れたのに、ここに関しては追従してくる車なかったですね。そうなんだよね、なんか不思議だなと思うんだよね、ファンがやっぱりいるのかな、ニッチな車種ですよね、TT。
で初代すごく売れて、まあ、車の出来は決して良くなくてっていうのを、まあまあうねうん、なんかちょっとミニに通じるものがあるんですよ。わかりますはい、はい、スピードダスト、あれスピードダストは何でしたっけ、不安定になっちゃうんですよ、うん、DT そうですよね、うん、ミニも初代、スタイリングだとか評価されてますけど、はい、メカ的にはどうなの、うん、っていうの結構言われたじゃないですか、うん、じゃあ同じものか、3代目になってすっごい洗練されて乗りやすくなって、はい、装備ももうめちゃ快適になって、 TT もね本当に快適な車になって、でもこの2ドアのこのそうですね、うん、だ使い勝手いいかって言ったら全然多分よくないと思います、まあまあね、トランクはいいと思いますけど、リアのシートはこんなに狭いし、うん、この辺の操作関係も、まあ、慣れればいいんでしょうけど、うん、どっちかというとデザイン重視じゃないですか。ダッシュボードもこんなに奥行きあるんですよ、うん、で本当になんかそのコンパクトで四駆で走りが楽しめて、うん、っていうのはかなりいいんじゃないかなっていう。快適、本当にこのぐらい幹線道路で道が平らだったら大丈夫ですね、シャコタンでも、うん、ちょっと1本入って道が悪いと、ね、上げましょうってなります、うんうん、ブレーキの効きがマジでめっちゃいいです、これやばいっす、うん、踏み込んでった奥がめっちゃ効きますちょっとこれ高速でどんだけブレーキ効くか試してみたいんですけどそうっすね、はい、キューッと、うん、多分余裕でしょうね、うん、ここはでも欲しかったそうね、RS 交通にこうしちゃったな、ここら辺のデザインもね、はい、本当にそうですね、ほぼ R8 ですよ、うん、はい、助手席のな人には一切そうですね、もうナビ画面すら見せませんよというこのデザイン、ね、景色を楽しみましょう、はい、会話を楽しんでくださいという車ですね、はい、いい車でした、はい、ありがとうございます、はい、今回カスタマイズされた車ということで、はい、まあ、気になるところは純正パーツだと思うんですけれども、はい、純正パーツはあるんですよね、は一通り揃っていますので、ただ、はい、なんかこのすごい量ありますよねというわけで、あのご希望でしたら、はい、その辺もご用意させていただけるんじゃないかなと思います、はい、であとはまとめですけれども、カスタム費用僕計算しましたらですね、はい、およそパーツ代だけでも200万円以上かかっているということで、うん、まあ、カスタムをもう前提としている方にはかなりお得な車じゃないかな、そうですね、はい、まあ、そうでない方には大変申し訳ない、はい、というわけで、まあ、カスタマイズされた車、ここから、まあ、ニュアンス変えていただいたり、うん、モアカスタムしていただいてもいいと思いますので、はい、ぜひその辺は月村さんにご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はアウディ TTS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。